今回は地獄で冤罪を考察します。まずはじめにこの作品を知らない人のために作品紹介とあらすじについて話します。その後ラストシーンで三雲一郎が冤罪を訴えていたのはなぜかという謎について考察します。最後まで見ていただければ必ずこの作品を好きになります。それでは参りましょう。地獄で冤罪は世にも奇妙な物語2023秋の特別編で放送された北村一輝さん主演の作品です。ひょんなことから地獄の裁判の弁護をすることになった男。事件を解き明かしていくにつれて明らかになる予想外の真実。その理不尽すぎるラストには反発の声も多く、 SNS を中心に多くの意見が上がりました。ストーリー展開にやや強引な点はあったものの、見返すたびに新しい発見のある味わい深い作品となっています。弁護士の山根康平はある日突然謎の声が聞こえるようになる。声の主は三雲一郎という元死刑囚。しかし一郎は冤罪であると主張し、地獄の裁判で無実を証明するため公平に弁護を依頼する。調査の末首にタトゥーの入った男が真犯人として浮上した。ある夜タトゥーの男を尾行した公平は薄暗い地下室で失っていた記憶を取り戻す。公平は事件の犯人を目撃しておきながら多忙を言い訳に警察への通報を怠っていた。その結果無実の一郎が容疑者として捕らえられてしまったのだ。その後公平は地獄裁判自体が一郎ではなく自身を裁くためのものだったということを知る。下った判決は有罪。公平は永遠の地獄に引きずり込まれていった。物語の終盤、暗い地下室でタトゥーの男長沼と対峙した公平はある衝撃の言葉を耳にします。ここは地獄です。そう、公平はすでに命を落としており、今まで過ごしていた場所は現世ではなかったのです。我々が想像する地獄は驚々しい雰囲気が漂う世界ですが、本作における地獄は我々がいつも過ごしている世界と何ら変わりません。一体どんな場所なのでしょうか。作中で地獄に触れるシーンはほとんどありません。一郎と地獄の裁判官の話からわかることは、そこでは裁判が行われ無実を証明できなければ永遠に出られなくなるということ。そして地獄では攻めくを永遠に受け続ける罰を与えられるということです。この永遠がキーワードになります。我々に馴染みの深い仏教において地獄は六道の一つとして位置づけられています。六道とは生きとし生ける者が死後に転生するとされる世界のことで、天道、人間道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道の6つが存在します。悟りの境地に至るまで何度も何度も生まれ変わりながら6つの世界をぐるぐると巡ることになります。そしてこの6つの世界のうちどこに行くのかを振り分けるのが獣王と呼ばれる存在です。閻魔王に代表されるこの獣王はいわば裁判官のような役割を持ち、死に至った者を裁き転生する世界を決定します。そのため本作における地獄の裁判というのはこの獣王が行う審理のことだと捉えることができます。つまり長沼に扮した裁判官はこの獣王のうちの一人であるということになります。ここまでの位置から本作における地獄は仏教由来のものだと想像できます。しかし本作における地獄には仏教における地獄とわずかに異なる点が存在します。それは地獄に落ちた者は永遠にそこから抜け出すことができなくなるというもの。先ほども述べたように仏教における地獄では何度も生まれ変わりながら6つの世界を巡るという仕組みになっています。たとえ気の遠くなるような長い苦しみを味わうとしてもそれは有限です。その点を踏まえると仏教ではなくキリスト教における地獄の性質をも帯びてきます。カトリック教会の定義では地獄は神から永遠に離れ永遠の責めくを受ける状態だとされていることからも今回の地獄の特徴と一致しています。ただキリスト教の地獄には裁判の要素もなければ地獄から天国へ行くといった救済の要素もありません。死後の魂が救われる場所がもしあるとするならそれは煉獄という場所です。カトリックでは死後の世界は天国、地獄、煉獄に分かれ暫定的な行き場として煉獄が存在するとされています。この場所で生前の罪を浄化するという苦しみを味わうことによって天国に行くことができるようになります。つまり魂の救済という意味では仏教の地獄とキリスト教の煉獄は共通しています。では公平が死後に過ごすことになった世界と地獄の裁判で有罪になった後に行くことになる世界に違いはあるのでしょうか。作中では同じように地獄と呼ばれていますがその特徴は異なるように思われます。裁判前の地獄では公平が地獄に落ちていることに気がつかないことには現世と同じような暮らしができるようです。一方で有罪後の地獄は永遠に地獄の責めくを受け続けなくてはなりません。これらの違いから本作における地獄は同じ名前を持ちながら異なる性質を持っていると考えられます。そしてキリスト教徒の共通から裁判前の世界は煉獄、有罪確定後の世界こそ地獄のような場所だということになります。有罪確定後も公平が冤罪を訴えていることから永遠に抜け出すことができないあの状況でも再審といった救済措置は残されていそうです。よって本作における地獄は仏教とキリスト教の特徴を取り込んだ地獄であると言えるのではないでしょうか。
主人公の公平は仕事で忙しいという理由から犯人を目撃したにもかかわらず警察への相談を怠っていました。その影響もあり、三雲一郎という無実の男が逮捕され、そして死刑になってしまいます。そして公平は何もしないことは大きな罪だという理由から地獄の裁判にて有罪を言い渡されてしまいます。本作の放送後、 SNS で最も多く見られた意見はかわいそう、いや理不尽すぎるというものでした。公平に非が全くなかったわけではないけど、弁護士として多くの人に寄り添ってきたのに有罪なのはおかしい。公平は警察に行こうとしてたけど、長沼に見つかってそれが叶わなかっただけで、本当に何もしなかったわけじゃない。自身も長沼に殺されてるんだから、そこからさらに地獄に落とされるのはひどすぎる。当の本人も何もしなかったことを咎められ、だからって何の罪になるんだ、こんなことを罰する法律なんて存在しないと声を荒げます。しかし地獄の裁判官は冷たくこう言い放ちます。人間が作った法律などここでは何の意味もありません。公平にとってはあまりにも無慈悲な一言ですが、現世にも何もしないことが罪に問われる場合があります。不作為犯は実施すべき行為を行わないことが罪になる犯罪です。立ち退きを命じられているにもかかわらず住居に住み続ける不退去罪や、食事を与えるべき親が何もせずに子供を死なせてしまうといったものが不作為犯の例として挙げられます。その中には犯罪を未然に防ぐことができると知りながら何もしないというものもあります。つまり公平の事件の犯人を目撃したが警察に報告しなかったという事実は、この不作為犯として罪に問われる可能性があるということです。しかし不作為犯の成立については今も明確な答えが出ておらず、実際に公平をこの罪に問えるかは分かりません。ただ法律のプロがこの犯罪について知らないとは考えにくいため、この誤字を読んでなお保身のための嘘をついている可能性もあります。どちらにせよ裁判官曰く、地獄の裁判では人間界の法律は意味をなしません。結果公平には有罪が下り、扉の向こうに広がる地獄へと落ちていくことになります。そもそもこの地獄裁判自体かなり手が込んでいます。一郎の弁護のために奮闘していた公平ですが、物語の終盤、地獄の裁判官にこれはお前の裁判なんだと告げられます。公平は長沼に殺されてから事件の記憶を失っており、裁判以前に事件の記憶を取り戻す必要がありました。つまりそれまでの流れは茶番のようなもので、全て公平の記憶を取り戻すために登場人物たちは動いていたということになります。まずは公平が弁護していると思っていた三雲サイド。一郎は自身の無実を証明するためにも、公平には是が非でも事件の夜に長沼を目撃したという事実を思い出してもらわねばなりません。そして彼の両親も弁護側ではなく検察側の証人であるということが明かされました。事件当時の状況を伝えるだけではなく、ドライブレコーダーの映像に映った長沼を見せることで公平の記憶に揺さぶりをかけます。それだけではありません。例えば中華料理店で会計を終えたはずの男性客が店を後にするシーン、彼は帰り際になぜかテレビのチャンネルを変えてそのまま立ち去ります。明らかに不自然な男性客の行動ですが、これも公平に一郎の死刑執行のニュースを見せることで真犯人を目撃していたという記憶を思い起こさせる意図があったと理解していれば納得できます。また記憶を取り戻すこととは関係ないかもしれませんが、作中には至るところに公平が罪人であることや公平のいる場所が現世ではないと伺わせる仕掛けが施されています。例えば中華料理店の壁、植物を飾ってあったはずがシーンが切り替わると髪の毛になっています。そしてもう一つが長沼の首に彫られたタトゥー、 SNYAAEIMN のアナグラムが山根真であるというもの。また公平が事件のあった家に訪れるシーン、売りに出された家には不動産会社のチラシが貼られていますが、電話番号には語呂合わせで地獄と書いてあります。さらには一郎は支援団体の田島から小林多喜二の本をもらったと語っています。仮にそれが小林多喜二の代表作カニ光線だとすると、有名な書き出し、おい地獄さえ踏んだでが物語の内容と一致します。作中で示される公平が罪人であることや今いる場所は地獄であるという細かな仕掛け、そして三雲一郎をはじめとした登場人物、それだけではなく地獄の裁判官自身も事件の真犯人である長沼に扮して公平の記憶を取り戻そうとします。検察側がそれを行うのであれば問題ありませんが、裁判官がそこに加担するという点については個人的にあまり納得がいっていません。基本的に裁判官は中立の立場にいることが求められるからです。しかしこれもまた現世の裁判と地獄の裁判は異なるということなのでしょうか。そうなると理不尽だという感想が出てくるのも無理はありません。それではラストシーンで三雲一郎が冤罪を訴えていたのはなぜかという謎について考えていきます。まず一郎について作中で分かっているのは地獄に落ちた元死刑囚であること、そして地獄の裁判で冤罪を訴えているということくらいです。長沼の姿をした地獄の裁判官は、彼は天国へ行ったと発言しました。公平が記憶を取り戻し事件の夜にタトゥーの入った長沼の姿を見たということが明らかになったことで、
一郎の疑念は晴れます。結果彼は地獄から抜け出せたはずなのですが、ラストシーンではなぜか公平と共に冤罪だと叫んでいます。一体何が起きているのでしょうか。一郎のセリフは弁護士を求める公平の叫びと共に発せられる冤罪なんですの一言のみ。この冤罪なんですという発言には二通りの解釈があります。まずは自身の冤罪を訴えているパターンですが、これについては作中でも説明されているので解説は不要でしょう。仮にこれが正しいとなると、それまでの話の展開と矛盾が起きてしまいます。そしてもう一つのパターンが、公平の冤罪を共に訴えているというもの。事件の犯人を目撃しておきながら何もしなかった罪により有罪が言い渡された公平を冤罪だとして擁護しているというパターンです。一郎は自身の冤罪を証明するためには公平の記憶を取り戻す必要がありました。そして記憶を取り戻すということは、公平が何もしなかったという罪を犯したことの証明となってしまいます。自身が無罪となる結果として公平を罪人にしてしまうという事実が一郎自身を苦しめていたのではないでしょうか。自身の無罪が証明され天国に行ったはずの一郎は、永遠の地獄へと落ちた公平を救うために彼と共に冤罪を訴えていたのかもしれません。一つ目の具体例では、魂の救済について、仏教の地獄であれキリスト教の煉獄であれ、そこには救いの可能性があると述べました。双方に共通することは、救済の可能性のある魂のために生きた人間が祈り善行を施すことで浄化の苦しみを軽減できるという思想が見られることです。これと同じような思想が本作の地獄にもあるなら、彼は公平のために善行を施すことで永遠の地獄から救い出すことができると考えたのかもしれません。仏教とキリスト教の要素を取り入れた地獄やそこで行われる裁判、これらの設定を踏まえた上で今回は三雲一郎という人物に迫りました。そのストーリー展開に少なからず非難の声はありましたが、放送終了後も本作に仕掛けられた要素について考察されるなど話題の尽きない作品となりました。ぜひあなたも作中に仕掛けられた伏線の数々を探してみてはいかがでしょうか。これで地獄で冤罪の考察を終わります。高評価とチャンネル登録をしていただくと次の動画を作るモチベーションになります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。